キス FM がお送りしているバンディーズワッツゴイングオン、11月の20日なんですけどね、鳥取県関西本部の米田博子さんです。いやようこそお越しいただきました。よろしくお願いします。でも今度は僕らがようこそお越しいただきましたって言わなきゃダメですね。そうですね。このね、鳥取県の話なんですけどもね、鳥取県は近いことは分かってるんですけど、実はね、認識のない関西人が多いと思います。これパンフレットのと綺麗ですね。そうでしょう、このまんまですから、はい、もう本当に海は綺麗ですし、山が、深くて緑ですしね、今の、これもうそろそろ雪の時なので、大山なんかに気をかけて、すごい。僕ね、大山も旅行行ってるんですけど、あ、そうなん、鳥取県という認識なかったね。あれ、岡山かどっかかな。よく言われます、言われます。ねえ、大山は綺麗でしたわ。今真っ白になってるんじゃない、もうそろそろ。はい。カニ旅行のもありましてね、なんかその別の番組なんですけど、だいぶ前に番組で旅行行くっていうのでカニ食べに行きました。これは良かったですわ。意外と知られないんですね、松葉ガニ、松葉ガニ、はい、でね、あと砂丘もね、だから僕3回行ってますか。じゃあ結構来てらっしゃるじゃないですか。うん、だからね、まあその鳥取という認識を作らないといけないんですね。それが鳥取だったんだっていう、まあ来ていただくだけで、うん、いや本当、気がついたら鳥取だったという。でもまあね、やっぱり米田さんの使命はやっぱ鳥取をプロモートすることですから、はい、これが鳥取なんだ、鳥取の魅力なんだっていうことを言っていかないといけないと思うんですけど、はい、鳥取の魅力って何ですか。ね、人が少ないので、人が少ないからそれにゆったりできるということと、本当に自然が壊されてないので、海も山も綺麗なので食べ物も美味しいと、だから本当に癒し効果一番の、癒し効果日本一、あ、そう言いましょうか、はい、人が少ないという言い方も一つなんですが、同時にこれスペースが大きいということですね。広々として、一人が使える場所が大きいですよね。で、広々としてるということは余裕が生まれます。で、今なんでこんなにストレス社会で、ノイローゼ気味な人が多いかというと、情報とそれからスペースが圧縮されてるからですね。だから鳥取に来られると多分そういう、なんか結構ね、都会から鳥取に住みたいって人が最近増えてる。ああ、鳥取に住んで大阪に仕事にも行けることない。行けます、行けますよ、行けますよね。ちょっと遅刻すればまあでも大丈夫、大丈夫、本当に大阪、神戸の人が思ってるよりはもうはるかに近いですよね。大阪まで2時間半なんで、はい、車でも列車でも、はい、神戸だともっと近いんですよね。もうだんだんこれ番組宣伝超えて番組一つ作ってるぐらいの感じで今喋ってますけどね、はい、いやいや、ほんまに、いや、それぐらいやっぱ鳥取のこと喋りたいですね。ありがとうございます。だから、はい、癒し日本一、癒し日本一、鳥取をこれから歌い文句にしましょうか。ありがとうございます。今日から言います、私も。はい、じゃあ癒し日本一の鳥取、ぜひぜひ皆さんも、どの意味ですか。金採用、金採用、あ、いいですね、金採ね、はい、ということで、鳥取県関西本部の米田博子さんは11月の20日登場です。お楽しみに。